石巻市の離島阿知島を舞台に震災から立ち直る兄弟を描いた映画が来月公開されます。監督は石巻市出身の男性。監督や出演した島の人たちなどに映画に込めた思いを聞きました。先週青葉区である映画の試写会が行われました。映画のタイトルはさよならホヤマン。試写会には映画のキャラクターホヤマンも登場し会場を盛り上げました。私はホヤマン、食べ島生まれ食べ島育ちホヤマンだ。映画は東日本大震災で被災し心に傷を負う若い兄弟の葛藤をホヤの生態になぞらえ描いています。監督を務めたのは石巻市出身でこの作品が長編映画デビューの庄司輝明さん。なぜホヤマンなのか、その意味を舞台挨拶で語りました。実は卵で生まれてこうちっちゃいクラウンのが元気のようになったけど、ここでいいか俺こんなもんかって決めるとそこで背骨と温泉がなくなって生き続けるっていう、知ってなんかちょっと人間みたいだな。撮影はすべて石巻市の阿知島で行われました。映画では津波で両親を亡くしながらも阿知島で漁師を続ける兄明と軽度の障害がある弟茂が東京から島を訪れた人気漫画家三春と共同生活を送る中で自分を見つめ直していきます。テーマは家族の再生であり震災からの再生でもあります。作品の中では阿知島の自然や人々の生活がノスタルジーを感じさせる映像で映し出されます。ホヤマンチャンネル、私が責任を持って育てていきます。試写会には100人以上が訪れじっとスクリーンを見つめました。思ったよりもすごい感動しました。夜飛び起きたりとかも正直、自分もあったので記憶が蘇って、その当時石巻に住んでたので、ちょうど舞台と近いところだったのでとてもなんか心にかぶる部分があって感動しました。治ってきたことにみんな慣れ始めてきたので改めて今日映画見ることによってこの復興というか自分の気持ちがなんか少し整理ついたような気はしますね。すごく難しいテーマだと思いますし、同時にでもそれを暗く描きたくないなっていうのもありましたので笑っていただけたらとっても嬉しいなと思ったので、皆さんの今明るい顔を見てさらに作ってよかったなって今思っています。ありがとうございます。映画の舞台となった阿知島は周囲20キロほど、200人余りが生活しほとんどの住民が漁業に従事しています。東北のハワイとも呼ばれ、白い砂浜と透明度の高い海を目当てに夏には多くの海水浴客が訪れます。阿知島で生まれ育ち40年以上郵便局に勤める高橋修一郎さん。映画作りにも協力した高橋さんは震災後人口が減った島に映画をきっかけに多くの人が訪れることを期待しています。島の活性化につながっていただければなという思いはかなり強いですし、ここに来る人たちは五感で感じてほしいなというふうに思いますよね。風だであったり海であったり山であったり自然豊かですから。主人公の父親を演じたのは漁師の沢口義信さんです。沢口さんは仕事や人間関係などで悩んでいた時に阿知島を訪れました。島に魅せられた沢口さん、漁師になることを決意し大崎市岩出山から移住しました。
島民の人たちがなんかのお年寄りが多いということで、まあ、何か力になれればと思って、はい、移住しました。島でなんかお年寄りたちが映画始まったねとか、やっぱ活気がなかったのがああいうスタッフとかみんな来てくれることで、うん、なんかみんなまた笑顔になれたかなっていうのがありますね。信号もね、コンビニもね、うん、でもやっぱその自分を見つめ直すのには最高の場所だと思います。そして庄司監督にとっての味島とは。味島はやっぱりなんていうか前向きになれる場所ですね、僕にとってね。石巻で生まれ育ち、震災で実家が被災、思うような作品が作れずもがき苦しんだ後、ふるさとを題材に映画を制作した庄司監督、この映画で感じてほしいこととは。自分ってこんなもんだろうってだんだんこう人間と思っていくと思うんですけど、もがかない方が楽なんで、でも本当はもっとやりたいことってあるじゃないかって、もう一度こう思ってもいいんじゃないかってこの映画を見た時に思ってもらえたら嬉しいなと思います。震災からどう立ち直って前を向いていくのか考えさせられる作品で、見終わった後にタイトルの意味が分かるということです。さよならホヤマンは来月3日からイオンシネマ石巻など県内の7つの映画館を含む全国50の映画館で上映されます。